あ、どうも。チカのペット見ちゃったの？何それ、チカのペットすげえ気になる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速イメミの館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロンイメミの館へようこそ。お越しくださいました。ほい、ということで今回の村は村長さんの意向で、村の名前は言えないんだけれども、まあ夕方のイルミネーションとたくさんのお店が魅力的な村に行ってみたいと思います。はい、もっと夢見たい。お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにお伝えしますわね。ということでその村に出発。はい、村に到着。お、かわいい。周りのあれ花かな。夢の世界へようこそ。あなたは今という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の世界をご堪能遊ばせ。ほらほらほら、見て見て、かわいい青と赤の花。あ、ここはん、これは何通りだ。なんかズボンめっちゃあるんやけど。ノンウォッシュスカート、茶色ハーフパンツ、レザーパンツ、アナーキデニム。ふんふんふん。とりあえずじゃあノンウォッシュスカートいきますか。でこっち探検帽とベレー帽で、で黒縁メガネ、まあ、これは取っていくとして、8番玉の服、次靴かな。勇者のブーツ、茶色いパンプス、茶色いパンプスかな多分。編み上げブーツでもいいか。茶色いパンプスで行こう。で、この辺で。手に持つものはとりあえず適当に選んでみた。ミントダブルアイス。じゃーん。こんな感じで、良き。おしゃれだね。めっちゃおしゃれだね。そして思った以上にミントだった。お、あれはなんか早速、かわいい。看板めっちゃかわいいんだけど。ミルク。そしてこっち。なんかこの、お、すごい。え、かわいい。いいね。ボールペーパー、壁紙ってことね。なるほど。花屋さん。お花屋さんと、ま、レストランみたいなとこと、これは牧場かな。っぽいのが、ま、あるっぽいね。ってことは、こっち。あ、すごい。なんか地面にもある。ビア。ビールや、ビール。あ、ここがお花屋さんかな？一軒目。お邪魔します。ほい、一軒目、お花屋さん。めっちゃ可愛い。そしてほら見て、ちゃんとお店の人の個人的なスペースが。こじんまりとしつつも、こういうところにね、座って、本をゆったりと読んだり。でもあれよね、お客さんから結構丸見えな感じ。え、きっとこれは、マジックミラーなんだ。中からはよく見えるけど、外からは見えないはずなんだ。じゃないと落ち着けんよね。いや、でも中から見えても、心情的には落ち着けんか。いや、まあでもお客さんが来たことに気づけんといかんけんね。そこはしょうがないとして。お、このお店の方だね。もう服でわかるよ。どんな花が好き？花、どんな花やろうな。私別に基本的に花何でも好きやけど、金木犀の花とかいい匂いするよね。エクレアさん、そろそろ配達の時間かな。あ、牛乳配達？あ、そういうことね。なるほどなるほど。お邪魔します。なんか私は小さい頃、おばあちゃんの家が牛乳配達されよった。え、ここ牛乳の出る蛇口ですか？いいね。めっちゃいいやん。ふぅ。まあね、愛媛にはね、空港に、ポンジュースの出る蛇口があるけれど。え、あれをね、静岡県にはさ、お茶が出る蛇口があるんよね。え、違ったっけ？違ったっけ？え、なんか、あるって聞いたことあるけど。デマ？ほんとなんかな？わからん。
あ、お店の方ですか？あ、お店ではあれなんやね。ソフトクリームが売られてあるんやね。よきよき。あ、パンを食べながら、ちょ、牛乳、ホットミルクとか楽しんだり、いいやん。あ、いいな、ホットミルク飲みたいな。ね、寝る前とかにちょうどいいよね、ホットミルク。ほい、それじゃあ。あ、どうも。あれをね、さっきちょっとチラッと見えたけど、背中確かね、この背後に書いとったと思うよね。このミルクの。この絵柄が。さっきのお花屋さんが、こう胸のところに、ドーンと、あるのと同じような感じで、こっちは、あ、ほら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 。見えた見えた？背中にね、背中に書いてあるんよ。多分そうやと思われる。お、そしてこの家の人かな？ここ多分レストランっぽい感じ。どうも。エイミーさん、うちのパスタは本格派だよ。洋食屋さんかな？はい、お邪魔します。本格パスタいいね。あ、ここで、待つんかな？ここで待つんかな？おっと、びっくりした。いいね、いいね。あ、これなんか、ランチョンマットみたいな感じでも使われとんやね。あ、これ見て、壁紙もそうや。え、え、めっちゃおしゃれなんやけど。え、超いいね。え、めっちゃ可愛い。すごいな、なんか、一軒一軒がね、めっちゃなんか、個性的で可愛いんやけど。あ、イカスミパスタ、イカスミパスタ。ここはイタリア料理屋さんってことかな？そういう感じ。よき。そしてこっちにはカウンター席もあると。これタラスパやない？はい、カウンター席でも、パスタが食べれるよと。え、めっちゃいい。そしてこのお酒の棚とかもあってね。夜になったら夜になったらなんかまた別の雰囲気が楽しめそうな店やね。昼間はなんか、こうなんか若い女の人とかが、キャッキャ、ウフフと食べに来てそうやけど、夜になったらなんかカップルとかでね、お酒も飲みながらみたいな、めっちゃ良さそうじゃない？おしゃれ。どうも、また今度パスタ楽しみに来るね。あ、びっくりした。何、お花屋さん、ちょっと牛乳屋さんまで侵食してきとるやん。あ、そしてここの3軒がまあお店の看板の通りね。これは？これ何のマークなんやろ？ M かな？ M。もしかしてこの家が。トムソンさん、全然 M 関係なかった。え、M 関係なかった。何の M なんやろ、あれ。お！見てこれ！駅前も、駅前にもなんかすごい綺麗な、綺麗な綺麗な花が植えられてある。あ、カフェ。え、このカフェは、あ、こっちね。なるほど、ここの、喫茶鳩の巣。ここのことですね。こう、至るところにある植え込みがね、かわいい。え、めっちゃいいな、なんか雰囲気。え、超良くない？すごい。そしてなんか知らんけど、私はこう、なんていうん？あの、僕物を彷彿とさせる。あ、どうも。君はロボかな？ですね。よ、見かけねえ顔だが、よその村から遊びに来たのかい？いや、ちょっと様子が違うな。はは、ひょっとするとこれは夢の中だな。ま、どっちにしても、村よく来たな。確かに。確かに。なんかさっきからさ、その、なんて書いてるの？バッファロー？あの、野球ですか？私ちょっと野球詳しくないんやけどさ。スポーツ全般詳しくないんやけどさ。あれかな？多分。何やったっけ？近鉄バッファローやっけ？なんかそんな感じの野球チームのユニフォームってことかな。はい、そしてここは多分村長さんの家かな？一軒だけ離れたところにある。庭にこんな噴水が。勢い余って食べてしまった。はい、お邪魔します。噴水が衝撃的すぎて食べてしまったよ、アイスを。あ、どうも。ミカさん、村長さんやね。
チカのペット見ちゃったの？何それ、チカのペットすげえ気になる。すげえ気になるけど、とりあえずチェック。何？何をチェックするの？森。あ、もしかして森の M かな、これも。ここは、雑貨屋さんって感じかな、なんか。ね。そんな感じ。かわいい。あ、そして、店員さんもなんか奇抜な格好をしてらっしゃるのね。こういう個性的な店ではやっぱり働く人も個性的な格好なのね。まあ、ちょっと地下のペットは一番最後のお楽しみとして。はい、左側の部屋へ。お、左側は、ここは何やろ？この人はなんか、お揃いの服。お揃いの服。ここで何か作業してるの？立ったまんま作業中ですか？で、何？狙われる。狙われる。この辺でなんか、手芸をね、こう、編み物だとか、縫い物だとかをやったり、趣味の部屋かな、ここは。いや、でもなんか、トレイとか置いてあるな。お金。お店なのか。なんか、ハンドメイドの商品を、作って、販売する。ネット販売みたいな感じ？違うかな。なんか、それの本部みたいな。ほい、そして、奥の部屋へ。お、奥はカフェ？かわいい。あ、これかわいい。見てこれ。あ、なんかいいね。この水玉のテーブルのさ、なんかこのシックな感じ。めっちゃ良くない？そしてこの M がすごい最大限に活かされている。え、壁紙もめっちゃ可愛いし。鳥？鳥が4匹揃っとる。いいな、いいな。なんか至る所にあるマイデザインがめちゃくちゃ可愛いし、おしゃれよね。すごいなんかスタイリッシュな感じがする。ちょっとなんか、海外チックな香りがするよね。なぜこんなにおしゃれなの？素晴らしすぎるんですけど。ほい、そして、右側の、ん？こっちからか。右側の部屋へ。ん？右側はなんか、作業部屋？あ、ここに車が止めてあるのね。なるほど。ここに、キギー、後ろから入ってくる感じかな？違うかな？キギーって入ってきて、着替えて、で、タイムカードを押し、タイムカードを押して、で、荷物入れて、で、仕事に移りますよ、みたいな。ゲーム置いてある。ここは休憩部屋みたいな感じかな？あ、すごい！中庭があるよ、中庭が。素晴らしいね。はい、そして、2階へ。お、2階は、2階は何なんだ？ちょっとした遊ぶスペースみたいな感じ。ここもここで休憩室みたいな感じかな。そして宇宙服がすごく気になるんだけど。え、なんか1階のさ、ミカさんもちょっと、なんか宇宙服っぽい服着てなかった？あ、これもしかして 3DS？おお、すごい。これも、これもあれや。森なんかな。M って書いてる。おしゃれだな。おしゃれなカバーになってるよ。そして、地下のペット。え、なに？地下のペット見ちゃったのって言ったよね。なんか恐ろしいペットなんかな。恐ろしい。え、恐ろしい。でも、周りにあるものがめちゃくちゃ可愛いんだけど。これは、これペットですか？怖いよ！鳴き声も怖いよ！ダメだダメだ！何君たち、お世話係？それとも、このぬいぐるみで遊んでる感じなんかな？ひえー！君、見かけによらず可愛いものが好きなんだね。きっと心は優しいに違いない。噛まないでね。闇を見てしまった。村長さん。あの子がペットでいいんですか？恐ろしいよ。まあね。好きな動物は人それぞれだから、まああれだ。爬虫類が好きな人がいるように、村長さんは、あの月が好きなんだね。
え、だってね、私爬虫類とか全然触れんし、見るのも、うわ、大ヘーター、ごめんね。触れんし、見るのもね、ちょっと、うわーってなるけど、やっぱ好きな人は首に巻きつけたりとかまでするわけやん。きっと、あの月だってそうなんよね。ベーカリー。パン屋さんや、パン屋さん。あ、なんかあれなんかな。ん？パン屋さんあったかな？ないやつとかも看板だけある感じ？あ、それともあれか、部屋の中に、部屋の一角にパン屋さんみたいなとこ、あの、ミルクのところにあったんかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、なんか本当に一軒一軒超おしゃれやった。めっちゃスタイリッシュ。え、素晴らしすぎる。ペットはちょっとあれだけどね。